日本神奈川県横浜市中区内田町内田町は神奈川県横浜市中区の町名。住居表示未実施で設置当初は1から12丁目のあざ町名が設けられて板が後に廃止された。郵便番号は231-0061中区北西部の横浜港未来21地区に位置する。日本岸高祖店付近から横浜銀行本店ビル 横浜ランドマークタワーの間にかけての都市、計画道路坂江本町線の道路部分、そこから南西に折れて、横浜銀行本店ビル低層部分とその先の、首都高速神奈川1号横羽線の高架に、かかるまでの部分、JR 根岸線桜木町駅と横浜駅との、間のうち、並行する国道16号の、雪見橋国道際交差点と桜木町6丁目交差点の、 間に相当する部分が超域となる。面積は0.024平方キロメートルで、その大部分が道路や線路敷銀行の建物であり人口は例人である。根岸線の内田町第一課同橋。所在地は西区桜木町7丁目1869年3月より、倉木郡戸部村千崎の野毛浦から石崎にかけての海面15万坪が、 品川駅横浜駅間の鉄道敷設を目的として埋め立てられた。工事の受け負い人は内田聖七と福島屋長兵衛で、主要部分は1870年5月に竣工した。埋め立て地は1872年に工事に尽力した内田聖七と福島屋長兵衛から横浜町あざない田町及び福永町と名付けられた。 1879年7月には内田町の海側に隣接して、立花町、さらにその海側に緑町が成立した。これらは1889年に市政志向により横浜市の町名となる。1896年に横浜選挙が稼働を始めると、内田町と立花町、緑町には、職工の住居や船員の宿舎ができた。 1903年の横浜市第1回人口統計及び横浜経済文化辞典によると内田町には348戸があり1711人の住民が暮らしていた1923年9月1日に発生した関東大震災では町内の全戸が倒壊し火災により焼き尽くされた28人の死者が出たが大半の死因は足とみられている 1927年に、区政施行により、横浜市中区の一部となる。1944年8月には、造船所を守るため防空砲が施行され、県知事命令によりない田町、立花町、緑町の全222戸が建物疎開のために、取り壊された。当初は1から12丁目が設けられていたが、1887年に、3から5丁目を、 長住町に編入し、内田町1から8丁目に再編。1944年に西区設立により6から8丁目が西区のところ属となる。西区部分は1966年5月1日に高島1丁目及び緑町に編入された。中区部分の町内の大半を占めていた貨物専用の東横浜駅は1979年に廃止され、跡地は 桜木町駅の駅前広場や横浜港未来21として再開発された。平成に入り、現在の町域を除く部分は桜木町一丁目に編入された。その時期は1989年から1992年の間と推測されるが不詳である。ありがとうございます。